どうも皆さん、おはこんばんにちは、オトジャです。ゲスト4、続きをやっていきたいと思います。サムライドですね。おやすみ。ちょっと活力を回復して、明日の昼まで寝よう。誰か宿があれば教えてほしいんだけどね。おはようございます。おい、それがどうした。それがどうした。それがどうした。おばあちゃん、おいおい、なんだい。あのな、あら、仕事、嫁、行って行って行ってえな。どうなってる。おめえ、わしは嫁と折り合い悪くてのって、お前完全、あ、おうおうおう、引き受けよう。ありがとう、わかったな。どこにいんの。普通にミッションが始まるんだね。惚れた。おい。ああ、そういうことね。ああ、おにぎり買っとこう。らっしゃい。この世界、アイテムが大事だ。3。ああ、ちょっと高いけど、卵の方がいいかもしれないね。卵3ぐらいで。毎度らっしゃい。ああ、で、必要ないもの、特に武器だな。売ろう。ああ、どれも悪くはないけどね。200いくらでも売っちゃおうか。台形。卵とあんまり値段が変わらないことにちょっとびっくりするけど。さあ、ほほん。やっぱダメなのよ。堂島。堂島と何があったんだ。説明しよう。かつてわしには二人の弟子がいた。そうなの。おお、息子さんいたの。あれ、もしかしてあの墓は。ほほう。まあやっぱ堂島の方がね。おい、よくないぞそういうのは。情けない。あれ、むごいの。ああ、加護を知ったな。いいな、よろしくね。むごいの。やべえ、堂島を連れてこねえと刀を鍛えることもできねえ。今のイベントは、はいはい、来て、で、カジノを破壊するのにちょっとぶらついてみるか。あ、そう。堂島のとこ行こうか。やつも気が変わってるかもしれねえからな。刀鍛えないと本当にきついから。なんだ？あ、何してんだ？ちょ、怖え。こんなとこ行っていいかな、俺。誰か話聞け、真ん中、おい！大変だ、ご太郎様がお出ましになるぞだ。ご太郎？ご太郎様といや、将軍様の片腕だぜ。そのお偉いお方が自ら江戸を打って出られるとはどういうことだ。あの残酷姫君三姉妹の父親だそうだが、親の顔が見てみたいもんだな。し、壁に耳あり、障子に目ありだぞ。おめえらひどい目に遭わされるぜ。遭わされるられるれるぜ。シャニーシャニー、ご太郎様のおなーりー。
すごっ。バカ、見るんじゃねえ、ブレ打ちだぞ。やめろ、アクションとかやめろ。ここで切りかかって何になる？お待ち申し上げておりました。網浜大官寿光にございます。寿君、今後この町の治安回復には私とここにいるマリン組が当たります。なんじゃそれ。いいぜ、やったよ、やらそうだぞ。やめろやめろお前、やめろって言いたくなるけど、すげえ言いたくなるけど、これやった瞬間に多分俺もうゲームオーバーだろこれ。この国は今非常時にあるのです。一刻も猶予はなりません。それがわからぬ愚か者は容赦できないのですよ。いいぞー、来い。不愉快ですね。あれ？あ、大丈夫だわ、バレない、野人馬だと。私は治安回復に来たと言いましたが、血を流すためだけに来たのではありません。分かってるね。皆に素晴らしい贈り物も用意しているのです。明日この広場で剣術大会を開こうと思っています。おお、腕に自信がある者はぜひとも参加してください。金返せ、蹴れ蹴れ。よっ、待ってました。何やらうるさいですね。へえ、いいじゃないか。やるな。何やらうるさいですね。あ、よかった、切り捨てられることはないな。腕に自信がある者はぜひとも参加してください。身分は問いません。勝った者はマリン組に取り立てます。入りてぇ。聞いたか、俺たちも侍になれるぞ。五大老様の家来になれるなんて、すげえな。やべえな、出世ルートが。どう思う、小暮。何を考えているのか。怪しいな、奥にいるし。いいね、実にいい。悪意に満ちたオーラゾクゾクするよ。面白くなってきたよ。ちょ、マリン組に入りたいな。あ、明日、明日ね。ここには寝る場所がねえな。レストランとあの木屋。ここだね。こんにちは、いらっしゃい。泊まりたい。これでいいの？すげえ回復するじゃん。こっちでいいか。明日の昼まで。どこでやってんだろうね。あー、久々に布団で寝たわ。あー、よく寝た。おはよう。払わないとやべえからな。どうも。邪魔したな。始まったな。よってらっしゃい、見てらっしゃい。剣術大会、いよいよ始まるよ。この大会番付には出場者の流派、経歴、漏れなく載ってるよ。勝ったことは勝って優勝者を見事当てようじゃないか。そういうことか。わーい、あ、どうなってんのこれ。
参加は受付ある。じゃあな。取り込み中。何取り込み中って、まだ。じゃあな。じゃあな。しばらくしてからって。と確認しようか。状況確認イベント。剣術大会に出るなら世話になった人に挨拶しておくか。完全にあれだな。まずはじゃあ神社行くか。こっちだな。なんだろう。もう現に俺は死にまくってるからな。こっちだ。ちょっとずつ覚えてきたぞ。神社。おい、便利なものある？ちょっとさ、安いよ安いよ。本当にいいんだな。わお、まあでも高いな。活力500か。俺正直今4000しかないからな。わー、でもいいな。攻撃力上がるんだよな。いい笑顔してるなお前な。大丈夫だ。明日も安いよ。明日も安いよ。明後日も安いよ。さあ、世話になった人たちに話をつけて剣術大会に向かおう。ちょっとこうテレポートしたいな毎回この。俺あんまりちょっとジメジメしたところ好きじゃねえからさ。絶対ジメジメしてんじゃんなこれな。こんなところにそれを立てたらお前ちょっと朽ちていくわ。お前、お邪魔します。網浜は剣術大会で大騒ぎだ。勝った者はマリン組に取り立てるそうだが、赤木さん、放っておいていいのですか。ぶっ潰すべきです。このお触れをよく読め。剣術大会への参加は身分前歴を問わずとある。つまり上位志士の俺たちでも参加できるということは、大老を仕留める絶好の機会だ。そうきたか。小倉殿、剣術大会に参加なさるのですか。自分も行きます。それがしも。俺もだ。待て、そんなに押しかけていったら怪しまれるだけだ。参加者は俺が指名する。まずは小倉、それから細川。心得た。誰？残る一人は。残る一人は引き受けてくれるか。バローおめえ、考えさせてくれ。任せてくれ。頼もしいやつ。そうだろう。この日のために俺は剣を磨いてきたんだ。では行くかね。行くぞー。俺そのまま向こうに寝返ったらどうなるんだろう。ぶった切られそうだな。また早くね。ちょっとサムライドといえばやはりボス級の人の刀を手に入れてそれを鍛えた方がね、強いのは間違いないんだけど、まあ、地道に鍛えてっても強いんだけどさ、奪いたいよね。ゲス道はすぐに相手の強い刀さえ手に入っちまえばどうってことはねえんだよ。おい、こっち側を抜けて、はい、ここオーダーリー。さあ来た、受け付けよう。やるってのかい。
もちろんだ。ただの野次馬です。いいかい、参加希望。控え室はこの奥だ。控えておれ。みんないるんだけど、本来もうこの場所で切り合い起こっちゃうだろうが。壮観ですね。熱気ムンムンですわ、お父様。控え室も命知らずで溢れんばかりだよ。何やらゾクゾクしてまいりましたわね。みんな立身出世を夢見て浮き立っているな。これで不平不満が解消されて町も静かになるだろう。いや、五大老様の心領遠望には心底感服いたしました。確かにな、町の浄化にはつながるだろうよ。いい声してるな。悪いね。私見ていられるかしら。自信がありません。ローラ様には少々刺激が強すぎるかもしれないね。これより剣術大会を始める。参加者はくじで選んだ相手と戦い、くじっていう感じすげえな。先に1本取った者が勝ちとする。見事3回戦を勝ち抜いた者が魔輪組の一員となる資格を得る。獲物は問わない。真剣勝負だ。第一試合。これより第一試合を始める。両者入場せよ。なんか強そう。なんか何そのつけ眉毛何？しょっぱな俺なのかよ。貧乏浪人なの？やめろ、お前そういうのやめろよ。おお、今夜は米を食わせてやるぞ。やめろって、負けたくなるだろうが。かかった剣は怖いぜ。いい構え方だな。行くか。闇は残す。あ、じゃあ、まあ、アクション。待て。あ、はい。おら。よっしゃ。おい、上回。ふい、空中コンボ。畳みかけるようにすくい上げ、く、なかなか。よいしょ。はい。1、2の3。これさえ決まれば、はい。なるべく温存しておきたいな。向こうの奥の人たちがいっぱいいるから、オッケー。ほら。やばい、遅かったか。ふっ、チェスト短いんだよな。はいはい、ワン、ツー、スリーで、少し前に出て、あ、いったー、いったー。はいよよい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 のよい。突き、ガトツ上げて、くっ。お前がな、いい崩しだ。オッケー、あげろ。くっ、何、ぐっ、ごっ、ぐわ、諦めろ。ぐ
くは思いっきり突き。そん、まあ、大丈夫だろう。お前たち武士にだけはなるなよ。一本それまで。おいおい、やめろよ。ゲスドすぎるだろ、俺。ジャンボ返せ。こいつはひどい。こいつはひどいじゃねえよ、おめえ。なんか奴のやつゲットしたな。剣術はなんだ、これ。流派、変えられ、どこにあるんだ？どうなってんだろうね、あの流派みたいなやつ、いっぱい覚えていくのか。ちょっと調べよう。ごめんな。どこ行けないの。ああ、戻りゃいいのね。これより第2試合を始める。両者入場せよ。待って、さっきの試合は何試合だったの？お次は誰ですか？おいおいおい、あ、もうすぐ銃出てきた。剣術って何？なんて書くの？柔術？ん？何お前普通の顔してて入ってきてんだよ、この野郎。チャールズさん、英国紳士じゃねえか、しかも。紳士の国からやってきました、チャールズ。どうも。ウェアプレイの精神で正々堂々戦う。じゃあまずその背中にあるやつどうにかしてくんねえか。野蛮な侍、蜂の反りしてやる。紳士。何？飛び道具。いや見たらわかるだろ。そんな奴に負けてはならん。ああ、侍の意地を見せてやれ。おい、むちゃくちゃだな、お前も。いいんだそれで、チャールズ。はいはいはい、チャールズ。はい、で、起き上がりにかます。はいはい、はい、チャールズ。で、離れちゃったから下からすくい上げ。で、一回詰める。やばい、いけ。やりやがった、やりやがった。いいリロードだ。よし、チャールズ。はい、よこせ。野蛮人じゃなくても負けていた。ヴィンテージワインか。エンジェル欲しいよ、これ。銃どうにかして手に入んないの、マジで。いよいよ最後の戦いだな。残ったのは強者ばかり。気を引き締めねば。第三試合。これより第三試合を始める。勝ち抜いた者は晴れてマリン組の一員だ。両者入場せよ。え、嘘嘘、勝てないって。強いもんだって。マジか、ここでボスかよ。当たりそうな気がしていたよ。そうですか。できれば当たりたくはなかったのですが。西洋の剣が
日本刀より優れているところを見せてやる。まあそうっすね。その甲冑切られちゃうとちょっとどうしようか。はい、うわー、舐めるな、見てられんよ、見てられんな、止めて、あいった、タックさせて、はい、オッケー、どうなってる、つま切り、これからだ、よし、とりあえず、よし、つまらぬものを切ってしまった、終わりだ、しまむな、よし、はや、いて、よし、全然減らないじゃん、あいった、うわー終わる、ダメか、え、何、なんかすごい銃声が聞こえたけど、いざ、ダメ、なぜ、よし、これさえなっちまえば俺の勝ちだ、くっ、にゃはっ、くっ、いて、そっち側向くんじゃねえ、ヴィンテージワインで火力でも上がるか、飲め、ほっ、すげえ回復したな、刀折れたね、あ、すごいの持ってる、最初のやつの武器かな、やっちまったな、耐久度がいっちまって、まあでも強えからな、現時点で使えそうなのを装備しといて、今はこいつを、どんな、OK、 いいぞ、でも最速で当ててもダメか、コンボにつなぐのが難しい、見てられんなら止めて、あー向こうも回復しちゃうな、なめるな、避けろ、よし、重い、ここで詰めるしかない、いいぞ、よし、いって、オッケー、いいぞ、ほっ、あ、痛い、オッケー、何、いったー、うわー死ぬ、くっ、ぬっ、詰めろ、くっ、くっ、ぬっ、くっ、よし、よけた、くっ、ぬっ、うわっ、うわっ、くっ、まだ、よいしょ、くるー、ラスト、あーあー、万歳、ここまで私を熱くした男はいない、同じく、
かも。何、死ぬな。一本、死んだ。すいません、すいません、すいません。よし、センチュリオン、あ、センチュリオン、センチュリオンいただけないの。いや、持った持った持った。お前の武器は私が引き継ごう。うわぁ、超ギリギリだったわ、マジで。これにて全ての試合が終了した。ただいまより表彰式を行う。見事に3つ勝ち抜いた者たちは速やかに表彰台へ上がれ。強そうな人たち。センチュリオンでけえ。何やら嫌な予感がするが、いいか。よくねえだろお前、それ嫌な予感、フラグ立てんなお前。嫌な予感しかしない。これなんだ、こんな高いところに行くしさ。諸君、勝ち抜きおめでとう。私は感動しました。君たちこそ武士の中の武士、真の侍です。あ、そう、そんな褒められちゃ困るな。約束通りマリン組に取り立てますが、ただいまこの場で私自ら褒美を授けたい。おお、聞いたか、褒美だぞ、金が出るぞ。国のおっかさんが聞いたら泣いて喜ぶだろうな。おお。ところで、なんか妙に熱くねえか。ああ、戦いの熱気が残っているんだろう。ああ、そうか。何？おお、五右衛門風呂かい。これ。わざわざ殺されにやってくると。下水、いやいやいや、完全にやべえやつじゃねえか。ああ、それはローナさんも失神するわ。一人往生際の悪いのがいますね。面白い。すいませんね。どこまで持ちこたえられるか見てみたいものです。耐えて。あー、ちょっとこんなところで終わるの。侍はあっけなく死んだ。おい、弔う者は誰一人いなかった。嘘だろ。その後、上位志士たちは姿を消したが、住人たちも恐怖の為政者から逃げ出した。外国人の姿も消え、網浜の栄華は波に洗い流されたがごとく消え去ったのである。
あー、一つ目のエンディングを確保しましたね。いや、もうこれで、これで、ねえ、ゲスト4エンドっていうのも。ダメ、ちょっと。じゃあそこであの上登っちゃいけなかったのか。いい終わり方だね。やってくれるじゃねえか。はい。ということで、今回はここまでなんですけど、おー、サムライド105、真の侍になれたぞ、私は。まあ、侍として最後死ぬことができたってかな。恐ろしいやー。真の侍となったな。ただ、武器、うわ、109もあるの、まだ。センチュリオンゲットしたので、センチュリオン鍛えていこうかな。釜茹で侍。はい、これどうなんの？今回の主人公のお話は終わりました。台頭していた武器は、次の主人公に引き継がれます。やったー！I Way of the Samurai 戻ってまいりました。途中からだとまた最初になっていくので、キャラクターを少し見た目変えてセンチュリオンを担いでやっていこうかな。はい、ということで次回お楽しみに。ほんじゃまたな。